ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はこちらの MacBook Pro のキーボードの中にホコリが侵入するのを防ぐことができるアイテムをご紹介します。それがこちら、クリスタルガード MB という製品になります。こちらの製品、要は簡単に言うとキーボードカバーになります。では早速開封していきます。セット内容はこのカバーだけとなります。カバーといってもこのようなフィルム状の薄い膜になっていて、こちらを MacBook のこのキーボードの部分にかぶせるだけになります。実際に取り付けるとこんな感じになります。近くで見ないとカバーをつけているかどうかわからないくらいかなり薄いフィルムになっています。実際にタイプする感覚としてはほとんどカバーがない時と同じになります。若干ですが、カバーをつけたことによってタイピングする際の音が小さくなっている印象はあります。こちらにある MacBook Pro は2018年モデルですので、このキートップの下にシリコンの膜が装着されていて、ホコリが侵入してキーボードが壊れてしまうという問題は起きにくくなっています。ただし2017年以降に発売された MacBook の場合、少しでもホコリが入ってしまうとキーボードが壊れてしまうという問題が世界各地で多発しています。現在でも2017年以降に発売された MacBook をお使いの方は、今回ご紹介したようなキーボードカバーをつけることによってキーボードの故障を圧倒的に減らすことができるのではないかと思います。なお、今回ご紹介したこちらクリスタルガード MB ですが、販売店のリンクについてはこの動画の概要欄の方に貼っておきます。価格などが気になる方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。